ルクベックラーは17世紀、ドイツの建築家、エンジニアである。1687年の当時の工学技術を多くの図と共に記述した著書、新しい機械の劇場の著者として知られる。現在のバイエルン州のクロンハイムに生まれた。その生涯はよく知られていない。少年を1644年、没年を1698年とすることもある。父親は、 新教の神父、教授であったとされる。ビュルテンベルク公のエイバーハルト3世の宮廷建築家であった。破壊された鳥の修復を行い前に置かれた。1673年にはフランス軍によって1689年に破壊されたミュールブルク城の修復の計画を立てた。ベックラーの作った建物は残っておらず。 ベックラーの名前は、ベックラーの残した新しい機械の劇場などの多くの書籍で知られる。新しい機械の劇場は、副台を、水、プロペラ、家畜、手と足を使う便利な手術の引き薄を示すとされ、水車や歯車の気候が図示されている。中には、水車の動力で再び水を組み上げる気候図も含まれている。永久運動の夢アーさーオードヒューム著。 高田のりよし、中島秀と役朝日選手。ありがとうございます。